目にしたものを手がかりに重要な言葉を頭に残すのは推論に役立つ。ほら、この人。清潔な下履きの裾に猫の毛がついていて、手首には引っかき傷があるでしょ動物と遊びたいけど、猫との接し方がよくわかってないみたいだ。あ、あっちの人は、怪我した手をとても気にしていて、身分不相応な靴を履いている。んちょっと待って。 もしかしたら新しい依頼が来るかも。神の目がなくても僕は同僚に勝てる <laughs> そんなのただの噂だし、訂正させてもらうよ。一つ、僕は奉行所の同心とはいえ、あくまでも本業は探偵。頭脳労働がほとんどだ。二つ、普段僕は同僚と喧嘩なんてしない。三つ、君を。さすがに誤魔化されてくれないか。 この話はもうやめ。九条さらか。間違いなく天領奉行で一番真面目なお方だよ。彼女には部下を気にかけて欲しいし、もっと寛容になっていただきたいな。欠勤したって叱らないで欲しい。だって、それは事件解決のためなんだからね。何回か、牢屋にいる彼に、 焼きすみ料リを持って行ってくれって頼まれたんだけど、そこでたまたま彼の歌声を耳にしてさ、正直歌詞はひどかったけど、歌はうまかった。牢屋の中でもあんな元気にいられる人って、なかなか見ないよ。荒瀧派の人たちは多様性に富んでいて、どんなスタイルも受け入れるんだ。本当にすごいよね。忍さんの優れたしつけのおかげだよ。どうして知ってるかって <laughs> そんなこと、推理する必要もないくらい単純じゃない。そういえば、宮司様の八重堂からは、推理小説も出版されてるんだよね。いつか僕を推薦してくれないかな。今の時代、名探偵になるには実力ももちろんだけど、宣伝にも遅れをとっちゃいけない。ああ、いやいや、別にそれ以上のことは考えてないよ。カズハはとても頼もしいよ。彼からヒントをもらうと、 まるで宝石箱をひっくり返したみたいに床一面の手がかりが手に入るんだ。僕も彼みたいな自然に対する感知力があったらなあ。わかった。きっと彼にとっての風は僕にとっての勘みたいなものなんだよ。本当に残念。メガリレーが廃止されたおかげで堂々と彼を逮捕できなくなっちゃった。でも、これってつまり これからは堂々と彼を天領奉行に招いて、一緒に事件についての議論ができるってことだよね。その大将の命令のおかげで、僕の渡積島での旅は随分騒がしいものになったよ。どこに行っても兵士たちに監視されてさ。まったく、僕はただの観光客で、ちっぽけな探偵に過ぎないのにね。道端の大根を盗む気すらないって。 産後の宮様とはお会いしたことがないんだ。彼女が出席するときは、民たちが幾重もの輪になって集まってくるらしいから、僕は遠慮しておくよ。ああ、うん。その人混みの内側には巫女たちもいるんだってね。僕たちみたいな弱敗者がみんなに認めてもらうためには、もっと努力しなくちゃね。神里家のお嬢様とは付き合いが浅い。名門の家に生まれなくてよかったよ。 ああいう生活って僕には向かないからね。審理の最中に突然ひらめいた推理で判決を阻止できたことがあるんだ。もしあの時の異議申し立てが無効だったら僕が探偵になるきっかけは生まれず。代わりに鹿の院閉蔵、法廷の秩序妨害により公禁に処する。なんてことになったかも。<laughs> 浮気調査にペット探し。探偵所の案件はいつもこんな感じで、刺激が足りなくてさ。だから仕方なく、こっそり天領奉行に移ったんだ。もう一つの原因は、サンゴ所長とは考えが合わなかったこと。こればかりはどうしようもないでしょう。天領奉行に入った当初は、未解決の事件で自分を鍛えていたんだけど、気がついたらあの書類の山を全部処理しちゃってて。 そしたら今は多くの事件を手助けするのに忙しすぎて、昔の書類を見る時間がなくなっちゃった。残念だけど、まあ、それもしょうがない。優秀な探偵のところには、おのずと事件が集まってくるものだからね。犯罪が起きてしまえば、探偵はすでに失敗しているも同然なんだ。だって、いくら真実を暴いて真犯人を突き止めても、起きてしまったことはもう巻き戻せないだろ。 だからこそ僕は、もっと知名度を上げて、名前を思い出しただけで悪党どもが震えるような名探偵になりたい。つまり、犯罪の目を摘み取るってこと。さて、こんなことまで教えてあげたんだから、もちろん手伝ってくれるんだよね。